皆さん、こんにちは。Hi, Rich です。今日は、真珠鳥という曲を弾いていきたいと思います。先生といつもギターを弾いている動画を投稿しているんですけど、今日は一人でギターを弾いた動画を投稿したいと思います。で、僕は今絶賛テスト勉強中なんですけど、前の動画で言ったんですけど、450点以内を取ろうと思って、450点以上を取ろうと思っているんですけど、さすがに今の段階ではできないなと思っているので、350点以内以上を狙っていきたいと思います。そのためには勉強するしかないので、応援していただきたいと思います。で、今日の目標はギターを完璧に弾くことと噛まないで喋ることです。それでは聴いてください。真珠鳥です。どうでしたか？僕の初めてのソロでのギター。そろそろバレンタインデーなんですけど、僕にバレンタインデーチョコを送りたい人は僕の事務所のアントンギター教室に送ってみてください。アントンギター教室がわからない方は概要欄とか見ればわかると思うのでお願いします。で、バレンタインデーってなんだろうって先生が思ったらしくて、台本を書いてもらったので、これを一度も噛まずに読んでいくというチャレンジをしてみたいと思います。ちょっと台本持ちます。それではいきます。バレンタインとは、好きな人にチョコレートを渡すという認識で広く親しまれているバレンタインですが、そもそもどのような由来や発祥があるのでしょうか。実はバレンタインというのは、ローマ帝国時代を生きたキリスト教司祭ワレンティヌスの名前から来ています。ワレンティヌスっていう人が元らしいです。当時のローマ帝国では、若者の戦争への士気を高めるという目的で、若い兵士の結婚が禁止されていました。若者が自由に結婚できないことはあまりだと感じたウァレンティヌスは、内緒で若い兵士の結婚を執り行うようになります。このことを知った当時のローマ皇帝は激怒し、西暦269年2月14日にワレンティヌスを処刑しました。ああ、だから2月14がバレンタインなんですね。
豪勢ん後世、ね、後世の人々はヴァレンティヌスの行動を称え、聖バレンタインという聖人として祈り、2月14日をお祝いすることにしました。これが現在のバレンタインの発祥と言われます。ということで、このバレンタインはヴァレンティヌスっていう人が発祥だということがわかりますね。この日本では女性が男性にチョコレートを贈りますが、アメリカでは男性が女性にバラの花束と一緒にチョコレートやジュエリー、ディナーなどをプレゼントします。フランスでは男性から女性にチョコレートやカード、花束などをプレゼントします。あなたを愛しますという花言葉を持つ真っ赤なバラの花を贈るのが定番のようです。イタリアでも男性から女性へ真っ赤なバラの花束を贈るのがポピュラーで、この日にプロポーズをする男性も多いそうです。日本では女性が男性にチョコレートを贈るんですけど、アメリカとかフランスとかイタリアだと男性がバラの花束とかを贈ることが多いんですね。こうなってくると日本だけが違うのかなって思いました。まあちょっと噛んじゃったんですけど、ちょっと噛むのは仕方ないと思うので OK ということでお願いします。僕のチョコレートの最高記録は、まあその時は、まあ、結構すごいイケてたので2つです。これ全部友チョコなんですけどね。今年のチョコレートの数は、この動画を見てくれてる人とかチャンネル登録してくれる人319人がくれると思うので、多分319個ぐらいは事務所の方に届くのかなと思ってます。そうなってくると先生も結構大変になっちゃうので、食べれなかったら先生にあげたいなと思ってます。あ、僕手作りはちょっと食べれないので市販のやつ食べてます。例えばまあポッキーとかピノとかだったらすごい嬉しいです。お願いします。ということで、この動画が面白いなと思った人はいいねボタンとチャンネル登録のボタンをクリックしてください。最後にもう一度言うんですけど、僕にバレンタインのチョコを贈りたい人は僕の事務所のアンドギター教室に訪れた時とか、ギターのレッスンで来た時はハイブリッジ宛で先生に渡しといてください。それではご視聴ありがとうございました。さよなら。